昨日はいつもよりすんなり寝れた。イエイって言っても2時前とかに寝たけど、なんやかんやしてたら2時になる。いつも昨日、最近、昨日はやっぱり浜辺美波さんのドラマを 見ちゃいましたね。オンタイムで、オンタイムの浜辺美波さんのドラマを見てから風呂に入ったので、風呂入るのが遅かった。おはよう、かまちゃんさん、じゃんじゃん、かずさん、ハートありがとう、キュンです。まさまさん、かまちゃんさん、ハートありがとう、キュンです。すーすー好き、超絶かわいい、みずえすぎんか、ありがとうございます。おはよう、おはよう。最近ね、なんか水の摂取量が増えた。水の摂取量増えた。前髪もちろんです。髪だって顔洗うやん。顔洗うから前髪濡れるやん。お仕事真っ最中頑張って。朝早い。朝配信も朝でもお仕事早いから夜勤の方かな。おはよう。今日は夜配信ができるので、夜配信よろしくお願いします。そして今日のオンラインお話し会、6枚目のオンラインお話し会の受付が5月5日、あ、コメント機がいっぱい抜けちゃった。5月5日がなんと、あとももわくあと少しで、あ、多分感謝枠が解放されると思うので、間もなく頑張りましょう。頑張りましょうっていうか、いっぱい18日までに解放できるように、私は18日まで全力でショールームできる範囲でやるし、武道館とかあるので頑張ります。で、5月5日がだから間もなくで、ここです、幼稚園児コスプレの日で、もう一つおすすめしてるのが6月27日で、これは大人スラハの日です。全く間もなくスラになってないんですけど、3つ感謝ツーショットの感謝枠を解放させたいなと思っているので、もしよかったらよろしくお願いします。ありますよ。あれ、リップどこやったっけ。あれ、リップが消えた。あ、しまった。ミロさん、だるまありがとうございます。コランコラン、ゆうくんさん、バラありがとう。唇を口の中に全部入れてくる。朝からポチポチありがとうございます。武道館、そう、楽しみです。ちゃんと安全気をつけていきます。おはよう。1時間寝坊した。それはやばい、それはやばい。1時間寝坊はきついね。しかもさ、こういう平日のさ朝の1時間ってさ、結構やばいよね。おはよう。サーモスです。ザーモス、サーモスか分かんない、読み方は分かんないけど、そんな感じの名前です。え、あ、
確かに空気が乾燥してるからか。あ、そうか、そうだなそうだな。おはようございます。ウィンディーさん、ハートありがとう。夜勤いってらっしゃい。戻って頑張って。そう、マスクとクレベリン、そう、これはね3日前くらいにポインガシャンってやったから、これ2週間多分大丈夫くるから、これ持っていく。あと消毒と、これは絶対に持っていくやつです。これは必需品です。よく寝れましたよ。ビジネス銀貨ありがとう。サーモス、めっちゃレッスン場とか、こんなリハーサルするとことか、クレベリンのさ、こうあるじゃないですか、こう置いてなんか置くやつみたいな、いやめっちゃ CM とかで入れると思うんですけど、それがもう等間隔にポン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 って置いてあるんですよ、クレベリンが。でプラスメンバーさんは最近はなんかフェイスシールドじゃなくてしっかりマスクでやってるんですよ。あと楽屋もなんか椅子があるんですけど、椅子が絶対にこう1メ、え2メートルかな、めっちゃ広い間隔でブワーって置いてあって、もうめちゃくちゃに離れてます。すごいです、対策が、うん、すごい。それ使え、ありがとう。楽しみだな、明日の武道館。うん、なんかまだ全員っていう全員揃えたことないから、今日初めてなんですよね、7、3込みのやつやるの。サイン会だけありがとうございます。サイン会もツーショット写真会もお待ちしてます。ゆうくんさん、バラありがとう。配信で見るね。お、待ってます、配信。今日夢でね、なんか見たんですけど全然思い出せない。夢でなんか見たんですよね。何見たっけな。怖い夢ではない。5月5日、6月27日もおすすめです。おはよう。朝から顔が今日はすごくむくんでいるので、しっかりマッサージ。たぶたぶさん、ハートありがとう。キュンです。そう、楽しいコンサート無事に開催できるように頑張ります。マジどんな夢か全く分からんけど夢を見ました。でもね、アニメっぽかった気がする。久しぶりにアニメっぽい夢見たかも。164です、身長 163.6 とか、四捨五入して164。最近はお風呂場とかでもめっちゃ、あ、お風呂の中でマッサージとかするようになって、顔をすっきりさせるために必死必死。インディさん、バラありがとう。ノリノリお酒してみたらええやん。トゥルル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 ル。小顔ローラー、ローラーじゃない、カッサ、100均で買ったカッサ。でもね、私お年玉ね、お年玉ね、美顔器か、あのガチのなんか、ディファっていうあの美顔ローラー買おうと思ったんですけど、お年玉を今年は前借りしてしまって、生活費で使ってしまって、
半分ぐらい。でも今のこの1月お正月からの生活費をできるだけ節約して元のお年玉の金額になるまでお年玉を使わないって決めてるので今頑張ってる最中、お金ために。そう、皆さん、あ、リファか、皆さんハッシュタグそら通信で席を教えてくださると嬉しいです。メールでも送るんですけど、あとなんかアリーナの何々何だよって教えてくださってる方いたんですけど、まずアリーナとかがちょっと、まずちょっと私コンサートあんま入ったことないのでちょっと分かんなくて、できれば画像とかでここら辺だよって画像付きで教えてくださるとより確実に皆さんにリスができます。なのでよろしくお願いします。できるだけ皆さんを見つけたいのでちゃんと教えてくださると嬉しいです。たまたまさんハートありがとうございます。配信されない、お、じゃあ配信いっぱい映れるように頑張ろう配信に映れるように。画像は難しいかも。あ、そうなの。なんか誰か画像乗っけてた、そういうのファンじゃない気がするけど違うのか。ちょっと目のメイクだけ今目のメイク、海外から見れる、どうなんだろうね、見れるのかな、すごくないでも見れたら。おはよう、ちょっと使い、ありがとう。今日はもう移動中しっかり寝ます、多分。でもこの前ちょっと長時間ぐらいの移動があったんですよね。その時帰るはぐっすり寝れたんですけど、行きは全然寝れなくてずっと漫画読んでた。あ、水がなくなっちゃった。おはよう。赤緑、おはよう。海外から見れるんだ、すごい。でも最近ね、最近っていうか放課後ホームルームとかで他のねメンバーさんの班の人とお話とかするんですけど、結構外国の班の方が多かった。ユミリーさんとか外国の班の方がめっちゃ多くてすごいってなった。おはよう。私あんまり外国のファンの方いないから外国受けの顔面ではないらしい全世界配信、そうですよ。あ、言ったらショールームも全世界配信、そう、ぜひ配信でも見てくださいな。そう、6時開演だから多分アーカイブとか残るのかな、アーカイブとかになりそうだけど。インディーさん、じゃんじゃん、ありがとう。マスクしてて見つけられる。でも赤と緑振ってくださってて、そら通信で席どこだよと教えてくださっている方は多分大体自分なんか赤と緑結構目立つから分かりやすいと思う。日本人が最高。おはよう。
犬でしょね。おはよう。サプライズなんかあるかな。マジでうちらは知らんから言われんのよ。なんかさ、事前に言われてるんじゃないかって言えるかもしれんけど、いやマジうちら初見って思って初見なんですよ。知ってるって思われがちなんですけど、アリーナ A、 アリーナがどれなんですか。アリーナと何があるんですか。私はほんまにでコンサートにガチで行ったことなくて分かんないんですよ。初見です。チームメイト大好きだっちゃうさ。忘れ物しない。そう、昨日キャリーに詰めたんですけど、もう怖すぎてめっちゃね、8回ぐらい見直した。8回ぐらい。一番忘れちゃいけないのが、別にレッスン着とかはもうね、ワンチャン忘れても今日の着たらいいんですよ。お話し会の服忘れないようにめっちゃ確認しました。お話し会の服は確実にも入れました。なんかほんまに久しぶりの遠出だから、何持っていったらいいか分からんすぎて、とりあえずあのお話し会の服とアイロンと下着入ってればまあなんとかなる説。2階席、あーコンサート会場初心者すぎてわからん。見逃し、リアルタイムで見た。リアルタイムのがいいですよ。絶対ツイッターでね、なんか回ってくるよ、瀬戸里とか。コンタクト入れました。メガネ入れました。モバジュ入れました。あれ、あった。モバジュ入れました。ケーブルは後で入れようと思ってる。とヒートテックも入れました。コンタクトレンズ忘れたら確かに15、16、予備でめっちゃ持っていってる。電子マネーは持ってない。現金とあるから。おはよう。お財布入れました。男梅は持ってない男梅持ってないな。手大事やん、それ一番大事よ。だって本当に握手会16の服でしょ。16の握手会の服、明日のリハの服、ズボンは今日の服でいいでしょ。大丈夫っしょ。服系は大丈夫、服系は大丈夫なんでしょ。スイカ便利。スイカ持ってない。私パスピーしか持ってない。私兵庫の時もあんまバスとか使わんかったから、そういうの持ってない。イコカとかキャラメルラテ持っていきます。キャラメルマキアート、3本持っていきます。ホテルにはお湯があるので、あとあのあそこにもお湯があるので、会場にもちゃんとこれ持っていきます。1日3本にしようかなと思って、あ、1日1本にしようと思って3本持っていきます。パスピは広島しか使えんのんですよ。チケットは持ってない。ワンナンライフのご飯持っていかない、ないです。何大丈夫だろう。欲しい電子マネー、クエン酸、スーパーのチラシ、 iPhone は2台持っていきます。 iPhone8 と iPhone12 Pro。 大事終わったらこのタブレットも入れます。無理、 Wi-Fi、 名札もミッスングッズの中に入ってる。髪飾り、
イヤホン、イヤホン、イヤホン、ほんまにな、移動中なかったら地獄やから、あの、Bluetooth のイヤホンと普通の有線のイヤホン持っていきます。有線のイヤホンと Bluetooth のイヤホン持っていく、そう、持っていきます。なんかコンサートの前とか飲みたいなと思って、コンビニとかでキャラメルラテ買うより確実に安いから、持参。ゲネプロなんてないよ多分、知らんけど。明日行きます。お、待ってます。メイク用品は持っていきます。今回はキャリーに全部メイク用品も詰めるから、メイクパッてちょっと簡単なメイクが終わったら詰めないといけません。クレカ PCR 検査を受けてます。体温計はでもマネージャーさんが多分持ってそう。誰かね、体温計ずっと初期からね、メイクポーチに入れてる方がいる。誰だっけな、簡単なメイク、コンタクト、コンタクトは指でいっぱい入れました。おはよう。エアポッツ、エアポッツはね、現代の人間じゃないからないんですよ。エアポッツ絶対私なくすから買ってない。行こうか、行こうか、持ってろ。やば、眉毛な、ノリで入籍してみたら早いよ。ショールームのクマちゃん持っていかないな。でもね、お話し会の宣伝のやつ持っていこうかと思ったんですけど、意外とキャリーがなんかパンパンで入らなかった。でもホテルとかに紙あるから、それに書いて宣伝します。皆さん今日の13時までです。第二次受付、うん、5月5日が間もなくということで、感染枠になるようになりますように。そして6月27感謝枠でもないんですけど、大人空派の日、感謝枠こちら目指したいので、ぜひ気になってくださった方はよろしくお願いします。演じ空派とのギャップを見せます。何色にしよっかな、ピンクか。幼稚園児コスプレは安定の。ヘアアイロンを使って入れる、そう、あと前髪だけ。みんなみんな優しい。マジで何持っていったらいいか分からんかも。でもめっちゃクレベリンと消毒はあのキャリーじゃなくて手持ちの、手持ちっていうか肩掛けのカバンに入れてます。超絶可愛い、ありがとう。てください、この短時間で眉毛を生やせる私は多分天才。コテ、コテでも開かないからね、ストレートアイロンだけでいい。忘れ物はなかったです。でも皆さんのおかげで、服、衣類系は多分大丈夫。なんか忘れるとしたら、でも洗顔料がなかったからちょっとコンビニかどっかで買わないといけない。持ち運び、前まで持ち運びできる洗顔使ってたんですけど、最近泡タイプ使ってるから洗顔がない。歯ブラシ、メイク落とし、シャンプー、コンディショナー、化粧水、乳液、ボディクリーム、メガネ、あとヘアオイルとか櫛ブラシって感じ。充電器、イヤホン、メイク道具、財布、イヤホン、アメニティ。剣道だけに、あ、コテ、膝
移動あるけど絶対移動中寝てメイクできないから最低限の目と眉毛だけしときます。これでもしずっと寝てたとしても、大丈夫。それ以外は寒いから、明日は暖かいけどそれ以外は寒い。了解です。16日めっちゃね、ワンピース着ようと思ってたんですけど、なんかワンピースがちょっと難しい系のワンピースで、ワンピースが着れなくなっちゃったので、ロングスカートとタートルネックと一応チェックのなんか持って行ってます。今日まつげの上がりがいいですね。ヒートテック持ってます。今日着たやつ、今日着てレッスン前に脱ぐから、ヒートテックはそれを明日3日目着ようかなと思います。できるだけ荷物を持っていきたくないぜなので。あ、すごいなんか毛虫みたいなの着てた。ですね、皆さん今日の13時まで第2次受付です。4月3日ありがたいことに感謝枠が解放されてます。2時間目の JK ラスト JK ソラハトの制服ソラハト、ぜひツーショット2時間目撮ってみませんか。4月18日、17、18、5月1日、5月2日リーの5月5日幼稚園児コスプレをします。この日は桃枠ということで、もう少し感謝枠にできますように。そして5月29、5月30とあり、5月30はパジャマを着ます。6月27日大人ソラハになります。これはね、幼稚園児のソラハとはギャップ萌え大作戦、いや大人の夏っぽいコーデをできたらなと思います。で7月3日あります。そして鑑賞枠の皆さんのおかげで解放されてるオンラインサイン会の方もお待ちしております。ちょっと待ってね。オンラインサイン会は3日間あります。4月4日、5月8日、6月5日、全部1日2時間ずつなので、ぜひ日になってくださった方はお待ちしております。ちょっとアイラインできた。アイライン、18日までなんですけど、できるだけ安心したいので早めに出せれたらなって思ってます。超絶かわ、ありがとう。マイキュー、そうだよ、クエスチョンの誕生日だよ。クエスチョンに何プレゼントしようかな。くまくまさん、梅、バンジャルモンスターさん、ハートありがとう。あ、前髪しないと、前髪。超絶可愛い、ありがとう。私はもうアリちゃんさんとマリーナさんとミチさんとロミチコッコさんにしかタンプレを渡したことがないので緊張ですね。人に何渡してるんか分からないね。でもさ、メンバーファンの皆さんからメンバーは服とかそういう系もらうから、メイク用品とか皆さんが送れないようなものを送った方が、渡した方がいいんですけど。ボディスクラブ外れないってボアです。サボン、サボン聞いたことある。ボディスクラブパックとか嬉しいって言われた。なんかメンバーさんは、おはよう、日数が多いので何を取ったか整理しないと。ああ確かに、愛をください、愛を込めて花束を。おはよう、おはよう、好き
なんか目だけメイクしてるとめっちゃ顔怖い、なんか顔の目の主張強い人みたい、まあ、強いんだけど。バスボブはいいね。あ、メイク用品入れよう。もうメイクした多分。もうメイク終わったからメイク用品を入れます。マジで、まあメイク用品忘れてもまあ誰かしらに借りることはできるけど、自分のメイク用品使ってるから入れます。おはよう。入った、メイク用品。はい、入りました。あとはアイロンを冷まして入れて、充電器のやつを入れます。これ持っていきます、充電器。これアンカーのなんかいっぱいさせるやつ。朝配信、お、よりおさんだ、久しぶりだね。これはね、マジでね、いいですよ。準備です。そう、ふいふい、えい、じゃん。これとちゃくちゃく準備が進んでおります。そうです、あ、ほんまに私ね、なんかね、準備するもので忘れたりとかマジで嫌だから、なんかコンビニ買ったらいいんちゃんっていう人いるんですけど、それが嫌なんですよ。私コンビニってさ、自分の欲しいものとかなかったりするじゃないですか、種類とか高いやん、高いから。やばい、でかすぎて線入らん線は入らんだ。これにジャスト入った、これとこれ以外は。これはここら辺にポイって入れとこ。まだ熱い。もうマジで、あ、鏡持っていかないと。鏡、いや、いらんわ、鏡いらん。これ入れるの忘れてた。遠征久しぶりすぎて、もうなんかさ、これ久しぶりに出したんだけどさ、こんな緩かったっけっていうぐらい緩いんですよ。これ寝れなさそうだな。持っていく必要あるのか。めっちゃ静電気だった。爆弾高さんもありがとう。でもこうやってやって、私は新幹線とか飛行機とかこうやって寝るんですよ、机に置いて。だからそれで持っていこうかな。なんか絶対忘れとるわ。まあ、いっか。ギリの時間になるので尊敬。そうなんよ、なんか私は全然大丈夫、前日に用意しとかないと嫌なんですけど、お母さんね、マジで当日に用意するんですよ。前日になんとなく用意してるんですけど、なんか当日に入れないといけないものがあるとか言って、なんか旅行の時とかずっとお母さんが一番遅かった記憶がある。まあお母さんはね、お父さんのもんとか妹のもんとか入れないといけないからあれだけど、マジでめっちゃお母さんね、のんき人だよ絶対。なんか大まかなやつを用意してるけど、私は前日にほとんど用意しとかないと。まつげがなんと右左もちゃんとね生えたんですよ、嬉しい。
よいさんさん、花束ありがとう。お母さんと同じタイプか。ママタイプなのね。それはダメですね。私は許せないです。あん、ご自由さんありがとう。あと40分、40分。愛を込めた花束、そういうこと。そんなサプライズみたいな、キュン。誰かわかんないけど、剣道の先輩がめっちゃ愛を込めた花束を歌ってた。カラオケのお箱って言ってた気がする。そらは A メルが全然頭に思い浮かんでこない。サビが強すぎて。今日は多分夜ね、結構8時とかだからできると思うので、夜何もなければ予定通りに終われば待っててね。超絶かありがとう。めっちゃ鼻声、嘘。ちょっと、あ、そうなの。20時か22時とかできたらなって思います。これのビューラータイム、超絶かわいい。前日ね、前日までニュースとかないと不安。めちゃめちゃに不安です。超絶かわいい、ありがとう。あけみさんなるまありがとう。カランカラン、ひざぽんさんハートありがとう。キャン、みなさんオンライン話し会待ってます。ゆくさんバラありがとう。バラ、誰とコラボ配信するんだろう。なぜコラボ配信、なぜコラボですか。よし、入れた。アイロンもメイク用品も、もう一回行くね、確認。キミさんなる前ありがとう。クランクラン、もう一回確認行くね。まず今日行きます。でレッスンします。レッスン終わりました。ホテル着きました。お風呂に入ります。明日のレッスン着に着替えます。これ着て、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 このズボン履く。で寝ます。おはよう、本番です。そのまま服を着替えてそのまま行きます。で、トートバッグ入れてなかったよ。トートバッグないとメイク道具とか絶対持っていくねん。トートバッグ忘れてたよ。トートバッグっている。黒のトートバッグ持っていこう。おっぷめ、思い出せてよかった。これ持っていきます。アミューインクさんの、これをファンの方からいただいたやつ、トートバッグっていうか、まあバッグ。これにメイク道具と、あ、まあまあちっちゃいカバンの中に入ってるお財布とかを入れます。あぶな、思い出してよかった。ほいね。でそれで行って帰ってきます。帰ってきたらもう一回まだお風呂に入ります。で朝服を、まあ服はホテルのパジャマを着ます。でこれ着て、これ着て、これ着て、これ着て。で16日朝になりました。あ、お話し会だ。お話し会の服着替えます。パンパンパン、はい、服は大丈夫。お風呂入るときのもの。なんかお話し会の朝はホテルでメイクしていくし、バッグいらんかと思ったけど、武道館に行く時のバッグが必需でしたね。で今日のレッスン靴と名札で、お風呂の用意とアイヘアアイロンと、お話し会とかで髪の毛あるから上のヘアオイルとかで、メガネ、メイク用品、充電の線、コンタクト大量、謎の袋、キャラメルマキアート、オッケー。ご自身ありがとう。それなコンビニにある、そうなんやね、そうなんやけどさ、いやいや。あとこのやつを入れる、このタブレットを入れる、携帯を2個持っていく。入れます携帯、OK。
iPhone 12 Pro は持っていこう。すごいね、改めてもう12 Pro 持ってるの強いな。でもこの世界もうみんなほとんど12 Pro だけど。あ、現金、現金いっぱい持ってる。お年玉が入ってる。だからみんなそらはんのけお財布からお金勝手抜かないでね。メガネ、ジュディンキ、キンキ、よし、キン、K です。パチ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 。これ持っていく水なのに飲んじゃった。お話変わってて、確かにそのままね、次の日やばい。この後掃除機しないと。もうそろそろ終わります。掃除機していかないとなので、じゃないとね、帰ってきて髪の毛落ちてたら嫌じゃん。みんなさん、オンラインお話し会待ってます。立ち位置表はですね、もう脳内に叩き込んでおります。大丈夫、皆さん、じゃんじゃん、ありがとう。では壇上を見ます。13位、めちきのこさん。12位、としくんさん。11位、でこくさん。10位、もびさん。9位、斎藤さん。8位、ひろさん。7位、アルテマさん。6位、ウィンディーさん。5位、スーさん。4位、ブラピーさん。3位、ヘルムビーガさん。2位、ミロさん。1位、あーちゃんさん。ありがとうございます。ミロさん、じゃーんじゃーん、ありがとう。バチェラモンスターさん、ハートありがとうございます。そう、全力で楽しみます。でもあれです、今日のレッハー終わってからの配信、本番までに明日の朝もできるし、今日の夜もできるので、ファイトコールは今日の夜も明日の朝もお願いします。斉藤さん、ファイト、ありがとうございます。リハ初めて全員でやるの、頑張ります。メロさん、なるま、ありがとう。コランコラン、ゲイシャさん、ファイト、ありがとう。ということで、この後ちゃんとこのタブレットを入れて掃除機していきます。ちゃんと羽織って、今日は、ね、ヒートテックを下に着てるんですよ、寒いと思って。なので、でもね、全く電車の時間とかね調べてない。バスか、いや、頑張りましょう。わということで、配信終わりたいと思います。今日もいちいちファイトルブー、二度寝する方お休み中。言うの忘れた、浜辺美波さんがもう超絶に可愛くて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 可愛すぎました。もうメガネ姿も似合ってるし、外羽も似合ってるし、コケた姿も可愛いですし、美味しそうに添い立て飲んでるのも可愛かったですし、もう本当に可愛かったです。アイスをお母さん、じゃんけん、お母さんにじゃんけんで買って美味しそうに食べてるのも可愛かったですし、絶対に普段ではないであろう漫画をキャリーで大量に買って持ち歩いて帰ってくるのも可愛かったですし、もう浜辺美波さんも可愛くて可愛くて可愛くてなりたいと思いました。ということで、配信を終了したいと思います。伝えるの忘れてましたね。本当に見てください、面白いですよ。もう気になり気になり気になり仕方ないです。浜南さんがどんなことを好きになるのか、これは浜南さん、そらちゃんですね、そらちゃんがどんなことを好きになるのか、もうワクワクドキドキハラハラです。もうなんて、豪華な家に住んでいるのでしょうが。ということで、配信終了したいと思います。配信終了します。ありがとうございました。早口でいっぱい言っちゃったけど、また遊びに来てください。ということで、またねー。バイバーイ。